キャリアドラフト3月期。この番組は学生たちがプレゼンで自由に自己アピール。結果的に売上30万円を上げるビジネスを作ることができました。チームのうち唯一の日本人だったのですが、そのためアプリの心臓部分を任されました。そして120を超える企業の人事担当者たちからオファーを獲得する主従逆転型の就活バラエティ。先週年収500万円以上を出してでも採用したい意思を示すゴールドオファーが飛び出した。そして今週はなんと、おや、来た来た、ゴールドオファー発生、2社来ちゃったよ。ついに2社以上のゴールドオファー獲得者が現れる。キャリアドラフト、次の学生はこちらです。荒谷悟さんです。筑波大学生命環境学群からやってまいりました。果たしてどんな2分間が展開されるか、どうぞ。クリアプレゼンテーション、よろしくお願いします。私、筑波大学から参りました荒谷悟と申します。僕は今日このプレゼンで、まずは自分の愛嬌と、あとは思いを、自分の周りを巻き込んで思いを実現する力、この2点をお伝えさせていただければなと思います。僕まず大学1年生の頃に長期インターンを始めて1年ほどやっていました。でそこで思いが2つの思いを芽生えました。で1つがもう全国の大学生に長期インターンもっとやった方がいいぞっていう思いと、あとは自分自身の思いとして、そのもっとその自分の実力が売り上げに反映される環境でビジネスをしたいということを2点思いました。でこの思い実現するために学生起業を行いました。で事業内容はもちろん、その長期インターン生、学生の長期インターン生を増やすっていう目的で人材紹介事業を始めました。で、まあ、でもちろんたくさんの壁にぶつかるんですけど、一番大きな壁が集客、学生の集客というところでした。でテレアポをもとに行っていたんですけど、まずは学生に電話をかけて通電して、でその電話の中で、面談につなげて、で面談でさらに企業を紹介するっていう流れでやってたんですけど、その流れの中で、施策を2つ打ちました。通電率を上げるっていうところと面談獲得率を上げるっていう2点です。で通電率の方だと、まずは最初データを取りまくって、で通電しやすい時間帯を見つけて、で効率のいい通電時間に電話をかけることで 通電率を 21% から 35% に向上させることができました。でもう一つ面談獲得率の向上なんですけど、ここは荒技で、メンバー4人でやっていたので、その4名と一緒にナレッジ共有しながら最適な方法を見つけるっていう形で実現しました。で結果的に売上30万円を上げるビジネスを作ることができました。で、この経験を通して自分の思いを実現しながら周りへ影響を与えられる人間になりたいなと思ってます。ありがとうございました。クリアクエスチョン、さあ吉川さんどうでしょうか。はい、愛嬌を伝えたけど、あんまり愛嬌がない感じですね。今になって笑顔で愛嬌が出てきました。はい、吉川さんの本性出てきました。シビアな吉川。それでね、一つ気になったのが、学生にその電話かけましたよね。その電話番号ってのはどうやって集めたんですか。パートナー企業さんがいらっしゃったので、そのパートナー企業さんから学生リストもらって、そちら利用して加点しました。じゃいきなりそのかけた時に、なんか怪しい電話だと思われちゃうようなことってありませんでしたか。でそういう場合はどう対処しましたか。もちろんそうでした。そういう場合も多々あったんですけど、まずは基本人間って話したがりなので、こちらは聞く姿勢を取ってたら自然と話してくれて、心開いてくれてるなっていう感覚を覚えたので、そういった策打ってました。はい、いや、なかなか卒のないコメントですよ。いいですよ。さあ高校さん、いかがでしょう。はい、実は私の手元の資料でですね、ビジネスを通して起業するのではなくサラリーマンになることを選んだと書いてあるんですが、実力が売上におそらくあんまりつながりづらいのが私はサラリーマンなのかなと思ったんですが、この決断に至ったその背景というか、その整合性ってどうなってるんでしょうか。はい、長期インターンやってた時はコンサルのような業務を行っていたので、僕の業務が直接売上につながってるかっていうところが薄い環境で仕事してました。それで、もっと手触り感のある環境でビジネスしたいと思って起業します。で起業して、今その起業は今やってないんですけど、その辞めた背景としてはサービスの質を上げる時間を取ることができなかったっていうところが一番大きな原因で、僕らとしてはサービスの質を上げたいっていう思いと、でもそのさ
学生企業だったので学生生活との並行でやってたのでその時間がないっていうジレンマにとらわれてしまって、うん、まあ、今学生起業するのはやめよう、ちゃんと自己成長ができる環境でサービスの質を高められる環境でプロとして仕事をしたいなと思ったので、起業する道ではなく一度会社に入ってサラリーマンとして、まあ、周囲と高め合ったりその経験のある方から教わることができる環境に入ってから自己成長した上でその仕事をしたいという思いが芽生えたので、うんうん、そういった流れで今に至っています。じゃあプロセスがちょっと変わって、はい、最初にサラリーマンとして実力を磨いて、はい、ゆくゆくまたそういったチャレンジをしたいということですね、はい、おっしゃる通りです。わかりました。ありがとうございます。南さんいかがでしょうか。はい、私インターンをやったことがないんですよ、はい、めんどくさいなと思って、うん、大学時代は本当に遊びほうけて終わっちゃったんですけど、はい、インターンをやった方がいいよっていう理由がちょっと聞きたくて、はいはい、なんかありますか。まあ、インターンをすることで当事者意識というものが醸成されるかなと僕は思います。よく長期インターンってアルバイトと長期インターンで比較されることがあるんですけど、アルバイトはどちらかというと与えられた業務をこなすだけで自分がこれをやらなきゃいけないとかもっと自分でなんだろうなサービスの質を向上するためにという意識が希薄になってしまうのに対して、長期インターンは一人の社会人として、まあ、学生なんですけど一人の社会人として扱っていただいて、でそれに見合った給与ももらうことができるので、まあ、自分がやるぞっていう自分がやらなきゃいけないっていう当事者意識が芽生えるので、学生に言いたいんですけどめちゃめちゃいい環境にそういう意味でなります。学生の起業で月30万円を売り上げた荒谷くんにどんなオファーが飛び出すのか。Career Judgment。参ります。下がどのくらい欲しいんでしょうか。荒谷くん全という棒がどうだ。シルバーオファー49社来ました。どうですかこの感触は。嬉しいです率直に。もうちょっと行きたいところもあった。いやでも相思相愛の企業さんに入りたいので、うん、僕と働きたいと思ってくれる会社であればもう何社でも構いません。相思相愛、はい、いい言葉ですけどもね。まあ、後悔しなければ全然いいかなと思いますし、現時点ですごい完璧なんで別にいいのかなと思っちゃいますけど、はい、あそうですか、はい、就職してから起業するときに一番皆さんが陥りやすいあのトラップとして、はい、いつになったらじゃあ起業できる実力がついたかって意外と判断つかないんですよね。ここまでに必ずその実力を身につけてみせるって期限決めてやってもいいかもしれませんね。はい、勉強になりますね。本当に勉強になります。自由にアポを取って、はい、ご自分で決めていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。荒谷君もなかなか有望です。さあ荒谷君お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。先生、いや、まあ、緊張しました。めちゃめちゃ緊張しました。はい、でも49社、はい、素晴らしい数字だと思いますので、はい、今後活躍期待してます。ありがとうございます。続いてまいりましょう。どうぞ。はい、登場してまいりました。なんと北京大学経済管理学部からやってまいりました、徳田ひとみさんです。まいりましょう。どうぞ。Career Presentation。 はじめまして、徳田ひとみと申します。本日は私の PR をご理解いただき、私素敵な企業様に出会え、その企業様からのゴールドオファーの獲得を目標としてお話ししていきたいと思います。日本にいる私ははっきりとものを言うタイプではありませんでした。しかし中国の北京大学に進学することではっきりと物事を伝える文化に触れ、意見を言えるようになりました。その背景として中国で行った長期インターンシップの経験があります。このインターンで私は中国語の学習アプリの開発に、携わりました。このアプリ開発で20人のチームのうち唯一の日本人だったのですが、そのためアプリの心臓部分を任されました。そのため、プレッシャーのかかる、役職、プレッシャーのかかる立場であったことや、お国柄から積極性を求められることが多く、積極性を必要とされ、またコミュニケーションの部分もビジネス会話がうまくいかず課題とされました。そのため私は応用会話の勉強をしつつ、同時に会議に参加し、周りに認めてもらいながら自分の意見を発言するようになりました。そのためこのアプリは現在日本でも使用率が高く、Google レビューでは、Google プレイでは 38.8 万件の
33.8 万件のレビューと5段階評価中 4.9 という高い評価をいただいております。またいただいており、売り上げにも貢献させていただきました。私ははっきりと物を言う文化がビジネス成長の根幹であり、中国の経済成長につながっているということを身に染みて感じました。また公平なハードに成長できる環境で成長できたからこそ、実力主義の環境が自分の肌に合うと感じております。長く女性としてのワードライフ、ライフプラン、女性としてのライフデザインも考えていますので、そこも含めて長く勤め上げられるような会社に勤めたいと考えております。はい、よろしくお願いします。ちょっとオーバーしちゃいましたけど、すいません。もがいたりあがいたりするのもプロセスですからね、はいはい、あんまり気に病まないでくださいよ。はい。カリアクエスチョン、まず偏差値88の北京大学に留学していく、その状況か、ここはやっぱり高校さんから聞きたいですね。いかがでしょう。喉から手が欲しい、手が出るほど欲しい人材ではあるなと思っていて、なので私もシルバーオファーかゴールドオファーを出す前提で質問していいですか。はい、ありがとうございます。まずこちらのアプリを作るそのチーム20名の中で、徳田さんのポジションと役割、もう一度教えてもらってもいいですか。私は20人の中で唯一の留学生で日本人だったこともあり、このアプリは日本人に向けた、中国語のお勉強したい方に向けたアプリだったので、アプリの中の文章だったり構成、また文章内容や設問文などの提案をしたりだとか、あとはアプリ内の女性音声部分は私が音声を、やっています。はい、実際にこう海外の企業と今回初めて働かれたって、これ素晴らしい経験だと思うんですけど、はい、それを受けてでも日本企業で勤めたいとまだ感じますか。はい、やっぱり自分の生まれ育った国なので、他の国で経験できた素晴らしいことを日本でも生かしていきたいなって思っています。OK です。じゃあ最後に、你会说中文吗？啊，我会说的。你会说是吧？你发音很标准。啊，谢谢。中国語もドトールコーヒーで待ってるとか言ってるんですか。そんな公開のナンパはまだしてないです。なんて言ったんですか、高校さん。あなたは中国語ができますかっていう。発音上手だと思います。発音いいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ラファエルさんはどんな見方をされてますか。はい、ありがとうございます。職種としてはエンジニアがいいってことですか。結構幅広く取っていて、私は結構自分がハードに成長できる環境と公平に評価をいただけるような場所で働きたいっていうのを重視して選んでいるので、そのような会社に行きたいなって思っております。職種は別に営業でも広報でも別にエンジニアでも何でもいいって感じなんですね。はい、でも周りからはよく営業向いてるって言われるので、営業結構やっていきたいなって思ってます。営業は何系がいいですか。そこもあまり決めてないです。なるほど。はい、もったいないです。エンジニアやった方が良さそうですけどね。本当ですか。はい、調べます。あんまりその営業に具体性がないことから、やっぱりエンジニアの方があなた向いてるかもよって感じが今弾き出されたんですか。そうですね。はい、あとエンジニアいきなり初手でも多分年収高いんで、そうなん、はい、もったいないかなと思うんですけど、まあ、でもやりたいのやるのはいいですよね。はい、ああそうか。ちなみになんですけど、エンジニアリングってなんかコード書けるんですか。そこはあまり分からないです。あ、じゃあコードは書いたことはないってことですね。はい、分かりました。あ、そうなんだ。はい、カリアシンキング、アジアナンバーワンの北京大学に在学中の徳田さんにゴールドオファーは出るのか。さあ、それでは見てみましょう。シルバーオファーから、果たしてどの程度の獲得か、これがゴールドへの目安ともなりますが、どうか。35社です。これだけ優秀で頑張りましたけども、過半数はいきませんでした。どうですか。ちょっと悔しいです。悔しいですね。はい、この35社の中に、ここ聞いちゃおうかな、高校さんは入ってないんですか。入ってます。入ってての35社入れさせていただきました。入れてない、数には入ってないんですか。でもちゃんと手を挙げてくれたそうです。だからトータルすると36社いいじゃないですか。ありがとうございます。でもやっぱ高校さんかなり味方ですよね、中国のやり取りも含めてね。はい、ありがとうございます。35プラス1社ですから、はい、決めるのはあなたです。自由にアポを取っていただきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、皆さんお疲れ様でした。はい、今の段階ではエンジニアと営業だったら、はい、自分の中でどっちに進んでいきたいみたいな割合どうですか。割合は結構
自分の中でまだなくて、結構エンジニアも向いてるって言われたので、かえってそれもちょっと目を向けて調べていきたいなって思ってます。それでは参りましょう。続いての学生はこちらです。関西学院大学総合政策学部からやってまいりました由井小太郎くんの登場。素晴らしいファッションです。参りましょう。2分間どうぞ。Career Presentation。 皆さんはじめまして、関西学院大学の由井と申します。僕は不撓不屈な男なので、本日は皆様の夢の中に出れるようなピッチをしたいと思っております。それでは早速始めたいと思います。僕が不撓不屈とそもそも言われるゆえん、こちら父の存在になります。僕の父親はとてもスパルタで、僕に様々なミッションを与えてくださっていました。例えば僕が9回しかできなかったリフティングを1日だけで100回まで目標を達成して帰ろうというふうなミッションをかけていて、結果僕は達成することができました。そんなミッションを積み重ねていた結果、僕は結果的に何でもできる、何でも継続してできるようなど根性を身につくことができました。そのど根性、大学生でいろいろ活動していた中でサークルに特化した上でやっていきたいなと思っております。半年間で900人の拡大に成功した僕のサークル、実は3つの三大事件があるんです。このような事件がある中で、特に400人の強制退会っていうふうなところがあります。実際の映像がこちらになります。こちらの結果、僕はサークルのメンバーが0人になった瞬間でも自分の幹部がついてきてくれている、その中で僕はどんでん返しを起こしました。このようなどんでん返しの中で特にやったのはエアドロップです。僕のエアドロップは他のサークルが紙媒体でビラを配っている中で、僕はエアドロップを配ってより差別化することで認知を拡大しました。僕はそのようにピンチをチャンスに変える力があります。圧倒的な優位というこの歩行、問題解決力、影響力、耐久力というものを兼ね備えながら、僕は不撓不屈な精神をもとに変革を求める会社に就職したいと考えております。こちらが実際100人パーティーの開催の映像になります。以上になります。Career Question。 私今回久しぶりにこの面接官として、お邪魔してるんですけども、ちょっと今まで聞いた中で一番もったいない2分半だったなという印象があります。事実が羅列されていて素晴らしい結果は残されたかなっていうのは分かったんですけども、僕は結局ゆいさんがどんな人生を歩みたくて、なんでここに来て僕らに何を求めたのかが全く分からなかったっていうのがすごく残念だなと思いました。なんでもし次回こういう機会があるんであれば、最初に目的、今日これを伝えに来てこれを得るために来ました、僕はこういう人間なのでっていうところを伝えていただけるだけで、ものすごくその内側にあるポテンシャルみたいなものは感じれると思いますんで、ちょっとそういった意識を持っていただけたらよかったんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。こういう意見、シビアに聞こえる意見が大事ですからね。本当に大事だと思います、これから。でしかも高校さんは今の論旨とは別なところでオファー疲れが今出てますそういう意味ではそこも冷静に聞いた方がいいんです、はい、一個聞きたいなって思ったのが、なんで全員インカレをやめちゃったんだろうって、その理由がなんかちょっとよく分かんなかったんで、それを聞いてみたいです。そちらに関しましては、まず一つ目、僕がそもそも立ち上げた時に副代表がいたんですが、はい、副代表が1ヶ月で辞めてしまったっていうものがありまして、他のことをやりたいっていうのがあったので、で僕一人になってしまったっていうふうな現状があったんですが、僕はそれでも続けて頑張って300人ほどそこまで集めていたんですよ。そこから幹部も含めて頑張ってはいたんですが、グループラインっていうものをちょっと退会させられてしまいまして、そちらの方で、さらにゼロに戻ってしまったっていうふうな現状があったので、すごい挫折を繰り返した結果、でもこの半年間 TikTok であったりとか、本当に入学式の大行列の横を他のサークルとは違うような形でエアドロップというふうな形でうまくアプローチしていって900人まで一気に拡大させたっていうふうなもの。なんで退出させられたんですか？退出した人が、それ自体が僕もまだちょっと認識できてない方でして、その認識できてない方が4人ぐらい一気に招待して、その5人がかりで全員を退会させた、一夜で全員退会させたっていうふうな、サークルに参加してくれるっていうふうに思った子だと思った結果、今年の1月に急に
一夜にして0人になってしまった。まあだから嫌な策略だったのか、あるいは嫉妬されたかもしれないし。そうですね、嫉妬だったら有望かもしれないし、ちょっと今の段階で分かりづらいところありますね。そうですね。採用コンサルのようなこともしているっていうことなんですけど、これ何やってるんですかね。はい、ありがとうございます。僕がやっていることとしては、現在新卒採用の業界において、やっぱりZ世代っていうようなものが流行している中で、はい、学生の気持ちがやっぱよく分からない状態で採用されているような人事様であったりとか、そういうふうな環境がこの日本にはあるかなというふうに感じています。その中で僕は学生様のコミュニティを多く抱えていたりとか、学生とのキャリアアドバイスとしての面談であったりとかを重ねる中で、学生の思考であったりとか考えっていうものも、あえて他の人事様やったりとか以上に僕が把握している企業とのマッチングの架け橋してるってことですか、ね、そうですね、商売になってるってことですかね。パーセンテージもらうと、そうですね、そこに関しては本当に少額ではあるんですけど商売にはなっているっていう。何人ぐらい抱えてますか、登録上でもいいんですけど。公式 LINE っていうのもあるんですけど、はい、そちらに関しては今現在100人いる形になります。うん、その上で最終的にどういった職種やりたいんですかね、もうちょっと具体的なところで言うと。やっぱりその人材っていうものは、今後1000倍得意になっていくものであるので、人材が一つあるんですけど、それ以上に何をするかっていうものより、僕としては誰とやるかっていうようなものをすごい重要しているので。大企業よりベンチャーとかの方向いてそうですね。じゃあそうですね、どっちかというとベンチャーで、一緒に共に上がっていこうぜっていうふうなところの方がいいかなというふうには思います。ありがとうございます。はい、はい。Career Thinking。 半年間で900人の勧誘に成功したゆい君に、どんなオファーが飛び出すのか。 Career Judgment。 シルバーオファーはいかほどか。100人中2社があなたを見ていた。どうか。47社。おお、いいじゃないですか、謙虚さは生きてますよ。はい、いや想像以上ですね。ちょっとやっぱ結構お話していて、やっぱ結構辛かったっていう部分が正直なお話だったんで、ちょっと伝わりきれてなかったかなっていうところがあったんですけど、ここまで多くの会社さん、いや急にテンション来ましたね。47社でね、イメージより、はい、ここの素直さ、南さんどう見ますか。こいつ分かんねえからちょっと適当にやっとこうっていう人もいるんですよ。はい、でも多分分かってくれるような方だなって、その喋り方とか顔つきで思ってたから、それを他の会社の方たちも汲み取って、あ、この子は伸びるって思って、この47社なんじゃないですかね。あ、ラファエルさんどうですか。そうですね、喋りは確かに辛かったですけど、見た目がいいじゃないですか、タッパもあるし、はい、なんで結構受けはいいかもしれないですよね。やっぱりね、人は見た目が9割っていうのが正しいかどうか分かりませんけど、ルッキーズムに走っちゃいけない。おや、来た来た。なんとここで番組史上初のキャリアドラフトが発生。2社来ちゃった。おー、すごいことになりました。こうなるとコンペです。どうですか今の気分。想像してなかった数分まではだったので、ちょっとびっくりしすぎて何て言おうか迷ってるぐらいの状態です。それまた素直だな。はい、ちょっと見てみましょうか、どういう会社なのかね。はい、はい。おお、来ました、ゴールドオファ ー株式会社絆グループから来た。これ初めてですよ。それから東京ビッグハウスはね、このところ目立ってんですよ。もう年収500万円以上の内定は両方ですから、はい、最も高額の初年度年収を提示した企業から順に学生と交渉を行えるという権利を獲得します。さあ2社揃ったようです。画面ドン見てみましょう。うわ、絆グループから、そしてビッグハウスから来ましたよ。じゃあビッグハウスさんから来ましょう。ちょっとね、初めてじゃないわけですけど、どんなところを見初めて くださいました。まず一番最後に変革を求める会社に入りたいですっていうふうにゆいさんがおっしゃってたのがすごく響きまして、東京ビッグハウス今第二創業期で、ここから新しく会社さらに大きくしていくっていうフェーズなので、それを次期幹部候補として期待したいなと思ってます。あの東京ビッグハウスさんは確か戸建て中心にやられてますよね、いろいろ展開を、はい、で、大きく、もっと大きく躍進していくというために、言える範囲内で新しいジャンルに着手ですか会社は。新築の戸建てをまだメインではやってるんですけれども、はいはい、会社の方向性としてはもっともっと若手に活躍していってほしいなっていうところがあるので、私もまだ4年目なんですけど、こんなところに出させてもらっていまして、結構何でも言ったら任せてもらえる環境かなとは思います。そうですか。そして絆グループさん、どこでしょうか、ズバリゴールドオファーのゆえんは。
まずオファーさせていただいたのはやはりその厳しい環境の中で、まあ、あのそれを乗り越えて自分の糧としてきたというところのお話と、またあのこれまでその人の集める部分で、まあ、実際の900人という実績をこの短期間で作り上げてきたことが弊社のこれまでの創業の遠隔と重なる部分がありましたのでオファーさせていただきました。ああ、どんなところにまず配置して頑張ってもらいたいみたいなイメージありますか？バクとしたもんでもいいんですけど。弊社 FC 展開をしておりまして、フランチャイズ展開をしておりまして、これが絶対に黒字でスタートさせる FC 展開という形であのパッケージを組んでおります。で現在ですね、3年目にして50店舗の加盟店がございまして、50店舗というのは飲食なんですか？訪問介護の事業になります。訪問介護の事業ですか？はい、はい、でやはりこう人手不足がずっと謳われているこの業界で、やはりこう仕事へのイメージが、まあ、あのなかなかこう払拭できない部分もあるかとは思うんですけれども、そこは弊社の絆グループがあの全て払拭できるノウハウを備えておりますので、あの安心して加盟してくださる店舗さんが現在50店舗いらっしゃるような形になります。相当なスピード感と、まあ、折れないスタッフが必要になってきますので、ぜひそこにゆいさんがアサインしていただけたらと思っております。いやもうここまで具体的にオファーも熱望されたらたまんないです。さあそれでは、はい、年収500万円のラインをもうすでにクリアしている小太郎くんでございます。はい、2社かぶりましたので、ここからコンペに入ります。ここでゴールドオファーを出した2社が初年度年収で競り合いを始めるキャリアドラフトに突入。果たしてよい君の年収はどこまで上がるのか。どこまで出せるかズバリお願いします。どっちか早いもん勝ちというわけではありませんが、どうでしょう。おっと見合っている、見合っている、絆とビッグハルツが見合っている。おっと手を挙げた絆さん、どうぞ。700で。700来ちゃいました。いきなりどれだけ熱望されているのかたまらない。随気の涙小太郎くん。ビッグハウスさんは黙っているがどうなのか。この綱引き、尾身さんどうですか？尾身まなみさん笑ってる。ちょっと700今私にはちょっと決定できないです。4年目にして700はちょっと厳しい。はい、うわここで降りることが決定。絆さんに決定です。ありがとうございます。ゴールドオファーアポイントメント、第一優先は絆さんということになりました。しかしもう一言だけ聞きましょう。あの東京ビッグハウスさんいつも頑張ってくださってありがたいんですけども、700来られるとね。そうですね、500だったら出していいよって言われてたので、ちょっともう、私そうですね。ちょっと尾身さんも中間管理職の悲哀出ましたね今ね。ちょっとね、いや本当でも第一優先で絆グループさんですから700万来ちゃったあなた、それもイメージだからしっかりとアポを取って話し合ってください。はい、ありがとうございます。決めるのはあなたです。お二方ともありがとうございました。お世話になりました。はい、ありがとうございました。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 どうですか率直な気持ちは。率直な気持ち、すっごく嬉しいです。初任から700は聞いたことがないのでちょっと想像ができないんですけど、ちょっとしっかりそこら辺は計算したりやったりとか、ちょっとあの お互いお話ししたりして、そこの分に見合うような僕 あの業務であったりとかお仕事の成果をぜひ出させていただきたいなというふうには思っているので、そこの分はしっかりそれ以上のものをクオリティとして出していきたいなというふうには思ってます。次週も超優秀な学生たちが続々登場。ゴールドオファー獲得に挑む。私の夢は世界で活躍する人を増やすことです。日本と世界の架け橋になりたいと考えております。今日は僕の強みである挑戦という部分と、それを支えるコミット力についてお伝えしたいと思います。学生たちの熱いプレゼンが次々と繰り広げられ、ゴールドオファーラッシュが止まらない。ゴールドオファー今日はすごいな。番組ではキャリアドラフトに出場したい学生、また優秀な学生とつながりを持ちたい企業の皆様を大募集しています。こちらのアドレスまたは QR コードを読み込んでいただくか、ホームページからご応募ください。お待ちしています。